メリークリスマス皆さん。今日は12月25日クリスマスでございます。やっていきましょう。命短しくどけよ黒幕。前回、選択肢失敗しちゃいまして、主人公の白田くんは、死んでしまいました。今回どうなるのか、時を戻して再びゲームを再開しましょう。うつむいてしばらく黙り込むゲームマスター。やはり強引すぎたかと急に自信がなくなった。俺は冷や汗を垂らす。前回この次のシナリオで、殺されたわけですが、今回どうでしょう。奇跡を起きろ美しい俺のために。あー、誰がお前の言うことなんか信じるか、アホです。前回も同じ流れですね。今回も全く同じシナリオを引いてしまったんでしょうか。結構難しいぞ。選択肢ごちゃ混ぜにして、前回と違う選択肢を選びながらここまで来たわけですが、展開は同じのように今は思います。どうでしょうか。いやー、すがすがしいほどストレートな拒否。プロポーズを断られるなんて生まれて初めてだ。なんたる屈辱。どうしてこいつは俺に振り向かないんだ。どんな特殊性器を持ってやがるんだ。そうですね、白田くんもここで切れるんですよね。展開同じだな。前回私言ってましたね、これで展開同じだったらどうしようって。同じ展開が起こってます。おいおい、相当いい度胸してんなおめえ。振られるなんて貴重な体験をさせてくれてありがとうよと。ふざけんなと切れてます。やはりお前もその程度の男だったか。どこまでコキにしたら気が済むんだ。お前も悪しきイケメンだった。何が真実の愛だ。俺は何十人何百人から愛されている人間だぞと。白田くんもやけになって、黒幕をボロクソ叩き始めています。ということで、黒幕は、白田くんに失望してしまい、お前ゲームの邪魔だということで、首輪のチョーカーを爆破され死んでしまいます。ホギア。選択肢があるということは、これだけがエンディングというわけではないですよね。複数のエンディングがあると思われるんですが、どこをどうすればいいんでしょうかね。前回、今回は、前回と全く別の選択肢だけを選んできました。それでも行き着いた先は同じエンディング。マジ？一つ目の選択肢にやってきました。もうすでにどちらも選んだことがある選択肢です。さらに追求する、言い過ぎだと謝る。では今回は、前回と、前々回と前回の、選択肢をごちゃ混ぜにしていってみましょう。爆発ギャー。へえ、そうか。3度目の爆発を経験してしまった白田くん、思ったよりこれトゥルーエンド探すの大変かもしれないね。はい、選択肢またごちゃ混ぜにしてみたんですが、検討むなしく、最後の選択肢です。でこれで君が初めての本命だ。そうだね、これでダメなら下を選ぶしかないってことだよね。じゃあ君が初めての本命だ、最後の選択です。これがダメなら、次は君もハーレムの一員にならないかを選んでみましょう。爆破されてしまうようです。ここは綺麗事を言わずに、お前もハーレムの一員にならないか仲間にならないかを選んでみましょう。そして最後の選択肢、上の選択肢は、一見いいように見えますが罠だったようですね。ということで君もハーレムの一員にならないかな。ここはもう相手に何もかも素性がバレちゃってるんで、じゃあ
じゃあ今まで通りの白田君を貫き通して軽いノリで、じゃあお前も俺の一部じゃねえや一位になるぐらいの感じがの方が良かったりするのかもしれないですしね。あいつの言う通り俺の恋愛観は現代の常識とは若干離れている。でも話せばきっと分かってくれるはずだ。これも一つの愛の形なんだって。君もハーレムの一員にならないか。あ、今なら俺の第一恋人にしてやってもいいんだぞ。君のような冗談はなかなかいない。こままれたって、くじけない。君を俺のものにしたいんだ。そういうの無理。でもなんだろう、黒幕のノリ的にはこっちの方が正解なのかな。フレンドリーな感じがするよね。しまった、ちょっとばかり俺様キャラすぎたか。こういうのはあいつの好みじゃなかったようだ。惹かれているどころか本気で惹かれている。あと、一歩。でもこっから先選択肢ないからね。俺ようやく決意が固まったよ。君と付き合うことが決まったら今交際している全員と別れる。なかなかですね、ここまで選択肢当たらないことも久しぶりです。どうだ、決まったか。決まってくれ。奇跡を起きろ。ダメそう、ダメそうかな。爆発したらそれまでです。爆発しましたね。では一番最初の選択肢、これを頭が働かなくなってきた。もしかして本当に選択肢あるにはあるけどエンディング一つしかないなんてこともあるかもね。そうだとすれば今の私の行いは無駄ということになってしまう。上下で言ってみましょうか。で次も上、過去のことなんて俺が忘れさせてやる。で最後に君もハーレムの一員にならないか、これを選んでみましょう。君と付き合うことが決まったら今交際している全員と別れる。でどうだろうな、最後の最後まで同じ選択肢っていうか流れでいって最後どんでん返しがあるゲームなのか、それともここまで全く一緒だもんね。不気味ですね。俺は冷や汗を垂らす。ダメですね、ダメだよな、ダメそう。あれでもスキップできないか、そんなことないか。お前も悪しきイケメン、爆発しますよね。ほぎゃ、上下はダメ、下上で言ってみますか今度。で今度も下、嫉妬してるんだね、可愛い子の子ちゃんだ。そして最後の最後に上、君が初めての本命だ。選ぶとどうなる。クロッチと出会って本当の恋というものを知った。これは軽い気持ちじゃない、金目当ての嘘でも同情心でもない。君は俺の初めての本命なんだ、愛している。なんだこの胸のざわめきは。ここまでいいんだけどね、こいつちょろいな、なかなか折れてくれない。よし、俺ようやく決意が固まった。決意って、君と付き合うことが決まったら今交際している全員と別れるということです。さあどうでしょうか。下上で、選んできましたが、今のところ残念ながら変化は訪れていません。どうか、
うつむいてしばらく黙り込むゲームマスター。頼む。どうか俺という沼に落ちてくれ。俺は強く祈りながら彼の返事を待つことしかできなかった。ん？文章変わった？そんなことない。あ、変わったよ。やっ、変わった。やったー。下、下、上で正解ですね。そこで少し待っていろ。と、そこでモニターの電源がプツンと切れてしまった。もしかしてついに堪忍袋の緒が切れたのか。俺はあっけなく殺されるのか。奥側のドアが急に開き、とっさに身構える。ゲームマスター初の、初ではないか。トイレで会ってるね。外にっていうか、対面しに白田くんの目の前に出てきてくれたようですね。今まではモニター越しでしたが、そこに立っていたのは先ほどまでモニターに映っていたゲームマスター、生身のあいつ本人だった。どうしてわざわざ来たんだよ。何をするつもりだ。ああ、お前さっきまで自分が言っていたことを忘れたのか。お前は私に何と言った？答えてみろ。こんなところから君をさらい出してやるって言ってますでしょうか。そうだ。だからお前のとこまで来てやった。やれやれ、まだわからないのか。それってもしかして。お、いいじゃんいいじゃん。でも選択肢次第ですごいちょろいな。一つ間違うと殺されんのにね。お、そうよ、こっちやね。こっちですね。ついに私はループと思われた、無限と思われた一巡の世界をようやく制することができた。何周したでしょうか、この世界を。ぐるぐる同じ世界を回り、ようやく真の結末、分岐点に会うことができました。よかったね。正直、なんだろう、疑心暗鬼になってましたからね。マジで選択肢一つしかない世界を私はずっと漂っていると思いましたが、新たな世界線が生まれました。いやー、やっと素直になってくれたんだな、クロッチ。可愛いやつだな。うるさい。のんきなお前を見ていたら、デスゲームなんてバカバカしくてやってられねえと思っただけだ。調子に乗るな。黒幕が、の方が年上なのかな。パッと見そんな風に見えるけど。ね。キャリア的にも、黒幕の方が年上かなと思われます。年上をまんまと、手のひらの上でようやく遊ぶことができた、白田くんです。はいはい、わかりましたよ。デスゲームなんてやめにして、今からハネムーンでも何でも行っちゃおうぜな。いいね、クリスマスっぽい雰囲気ですね。なんかね、クリスマスの雰囲気と合ってるんじゃないでしょうか。まさかあんなに俺を拒んでいた彼が最後の最後で押してくれるなんて、感動と達成感で胸がいっぱいになる。俺はついに成し遂げたぜ。これでデスゲームは終了する。もう誰も死ななくて済む。そしてあとはちょろいクロッチ、違う、あとはちょいちょいとクロッチにお願いして1000万を いただくだけ。でもこれゲームが、企画されたゲームがこのままではなくなってしまうことにならないか。やめだよ、やめだってね、黒幕言ってるんで。そうすれば1000万の話もパーのんじゃないのか。一応確認させてもらうが、本当に他の恋人たちときっぱり別れてくれるんだよな。私を裏切らないと誓えるか。近々、めっちゃ近い。もちろんですよ、浮気なんてしないって。大丈夫大丈夫、よし、多分大丈夫。これからクロッチと手を取り合ってバラ色の未来を築くぜ。俺の恋愛物語はまだ始まったばかりだ。相当な。この世界は、どちらも生き残れていますが、白田くんのクズっぷりを取り除けないままですね、この世界は。万が一裏切るようなことがあれば、その時は容赦しないからな。多分おそらくきっと大丈夫。
白田さん、どこ行っちゃったんだろう。ゲームマスターのアナウンスもなくなっちゃったし、何かあったのかな。あ、出口が開いた。いや、これも罠なのか。このまま外に出たら首輪が作動するんじゃ。みんなが行かないなら僕が行こうか。ちょうど殺し合いなんて飽きてきたところだし、お家帰ろうっと。あ、僕も一緒に行きます。外の安全が確認できたら他の皆さんを呼びに来ますね。幕の内デスゲームじゃなくて BL ドラマ部門に配属すればよかったな。ん？どういうこと？はい、ということでトゥルーエンドに到達しました。真実の愛に到達したぞ。同じような見た目の世界を何周も繰り返し、一巡させては一巡させ、ようやくループを抜け出すことができました。真実に到達した。誰もとは言わないが、うん、白田くんが死なない世界、黒幕くんと付き合うことができる世界です。おそらくですが、こんなに選択肢試して、なのでこれ以外の分岐っていうか結末はないと見ております。どうでしょうか。わかりませんが、これで全てのエンディング回収したものと見て判断し、次回から、別の BL ゲームを実況したいと思います。もし、まだエンディング残ってるよと、ね、ご存知の方、いらっしゃるのであれば、コメント欄にで教えていただけるとありがたいです。うん、その場合は、まあ並行、次回、実況する BL ゲームと並行して、こちらの方もやっていきたいと思います。ということで、命短し口説きを黒幕は、一旦ここで区切りたいと思います。うん、クリスマスに、ぴったりの結末だったんではないでしょうか。本当に。なんかどす黒い何かを感じましたけどね。はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら。